腹減ったか？あれ食べよ、マグロ、スケマグロ食べよ。なんでお前が決めるんだよ。じゃないだよ。金払ってもらう立場のお前がよ。なんで？お前が決めるんじゃないだろ。何を食べさせていただけますでしょうか、ルイージさんでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何をルイージさん何か食べさせてもらえませんでしょうかでしょ。なんでおごってもらう葵ちゃんがさ、おルイージ何食べるじゃないんだよ。漬けマグロ丼行こうかじゃないんだよ。ありがとうございます。ますおはよう。何聞いてんのさっきから。おだかずやめろよ、それ消しなさいよ。これ入ると YouTube で動画アップできないんだよ、人の曲が入る。そういうこと。漬けマグロ丼食べたいな、葵ちゃん。イエイ。聞いてる話、葵ちゃん。漬けマグロ食べたって。座りなさいよ、うん、一回座りなさいよ。こんなとこ座れないよ、お酒が逆に。でもさ、ありがとうございます。ここちょっと開けてくんない？ここ座る？こっち座る。あっちなんかお酒が逆に置いてあるから。嘘でしょ、ちょっと。しかもここ唾吐いてあるじゃん、危険なんだけど。ここちょっと開いちゃう、なんか。まあいっか。朝の支度しながら。あの、ね、お値段ですって。デリヘルで遊ぶんだったらのお値段ですって。ちなみにそこに葵ちゃん入れてくれてもいいけど、葵ちゃん、葵ちゃん、お腹空いてるの？お腹空いてる。死にそうなの？死にそうではないよ。死にそうって言えよ。死にそう。もう3日も何も食べてないって言えよ。一緒、あ、ありがとうございます。1ヶ月何も、1週間ぐらい何も食べてないって言えよ。葵ちゃん1週間も何も食べてないの？葵、葵、じゃあ聞いてる？葵ちゃん会話してくんないと。おはよう。葵ちゃん、葵ちゃん会話してくんないと。おいちゃん食べ、昨日夜カレーライス食べた。だから言わないでよ。1週間ぐらい何も食べてないって言わないと。1週間ぐらい、うん、1週間ぐらい。おいちゃん何も食べてない。ありがとうございます。ありがとうございます。おいちゃんかわいそう。服に精子、嘘だろこれ。精子ついてない。これ精子？違う、バンになっちゃうよ精子って言ったら。ありがとうございます。ありがとうございます。葵ちゃん、ひもじいんだろ？うん。葵ちゃん、髪の毛伸びたでしょ。俺のが伸びただろ、どう見ても。伸びたね。葵ちゃん、お腹空いてんだろ？うん。すいませんって言いなよ。すいません。葵ちゃん、すいませんって。葵ちゃんに花火飛ばしてください。ご飯一生食べれませんって。ご飯一生食べれません。よかったら葵ちゃんにご飯代くださいって。葵ちゃんにご飯代ください。配信しばらくしてないね、お休み。なんで？携帯止まっちゃったの？いや、新宿に来てるから。新宿で配信した方がいいよ。そしたらみんな来るよ、イケメンが。売名して売名してって。葵ちゃんのが閲覧あるんだから。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。私はエミ太郎じゃないよ、葵だよ。葵ちゃん、エミ太郎って知ってるの？知ってるよ。あ、知ってるんだ。だってルイジン僕見てたもん。へえ。よく二人でやってたじゃん。輪郭そっくり。葵。あ、いや、エミ太郎と葵ちゃんの輪郭がそっくり。葵ちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。葵さん来ました。おめでとうございます。大魔王さん、ありがとうございますって。大魔王さん、ありがとうございます。ずっとアイテムくれてるから、大魔王さん、ありがとうございます。今、あくびしながら言った？あくびしてから言った。あくびしてから言った。ありがとうございます。ずっと。エマさん、ありがとうございます。あ、葵ちゃん、これご飯代稼げないね、葵ちゃんじゃ。もう。もう葵ちゃん稼げないよ。葵ちゃんじゃもう飽きられちゃってるよ。ねえ、飽きられちゃった。悲しいね。泣きそうだね、葵ちゃん。もうふわっと卒業だね、葵は。葵ちゃん言って。こんなもんかって言って。ん？
言わないよ。こんなもんかこんなもんか、おいおいおいって言って、あいちゃん、ありがとうございます大魔王さん。大魔王さん、ありがとう。あれと100キロぐらいあるんじゃないかな、多分。あおいちゃん10人いたら1トンってこと。そう、大魔王さん、ありがとうございます。ずっと大魔王さん、ありがとうございます。ありがとうございます。大魔王さんしか投げてくれないよ、あおいちゃん。そうだね、デートしよう、あおいと。最近アイテム飛ぶ、ルイズ。全然、あれ、ひかたに似てないの。ひかたもっともとんじゃん。ありがとうございます、ありがとうございます。ああ、バクナギさん、ありがとうございます、バクナギさんも。あ、二人が投げてくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます、バクナギさん、いつもありがとうございます、お世話になってます。いつもありがとうございます。最近ひかたん見た？ありがとうございます。山さんも、バクナギさんもありがとうございます。最近ひかたん見た？最近ひかたん見なくね？見ないね、うん、飛んだの？なんか怪しくね？わかんない、店にいるんじゃないの？いやわかんない、インスタとか別にフォローしてないからわかんないけど、なんか全然見ない気がして。そうなんだ。まあ俺も朝配信いなしたいないからな、最近。最近朝配信してないの？あんまり、うん、最近やっとし始めたけど。夜は？夜もしてない。あー、ありがとうございます、かわいこちゃんも。ありがとうございます。3人が、ありがとうございます。3人が投げてくれた。3人投げてくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。眠いの？あくびが出ちゃうだけ。なんで眠いの？ご飯食べてる時寝ちゃうんじゃないそれ、大丈夫？あ、ありがとうございます。じゃあ閲覧1000人いったらマグロ丼食おうか。マグロ丼、うん、もう葵ちゃんじゃアイテムは稼げないから、閲覧だけでも稼げ。ありがとうございます。葵ちゃんじゃアイテム稼げません。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっとすいません、バクナギシさんと大魔王さん、バクナギシさんたち、かわいこちゃん、ごめんなさい。あのもうちょっとだけすいません、時間稼ぎさせてください。ご飯食べたらすぐ解散しちゃうから、ね、マグロ丼食べるまでの時間。踊んないよ、葵は。閲覧減っちゃった。踊る暇があったら発明して。キンゴリさんより葵ちゃんだろ、時代は。ありがとうございます。大山さん、ずっとありがとうございます。あ、可愛い子、ありがとうございます。遊びたい、いつか一回ぐらい遊びたい。青43、20歳、ダルガラミカル、釣れか。ありがとうございます。あーちゃん、髪ストレートにしよう。モデルバ1000人いくぞ。もう下がり始めている。もう閲覧が下がり始めているわ。30分になったら行くわ、もう。続けマグロ丼買いに。あおいちゃん、だから、ちょっとご飯買ってくる間、お留守番できる？できる。うん。あおいちゃんはいいね、言うこと聞いてくれて。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あおいちゃんは、協力プレイができていいね、あおいちゃん。優しいね。うん、ありがとうございます。何やっても葵ちゃん怒らないしね。怒らないね。仏の葵です。仏の葵です。仏の葵です。いや、葵ちゃん逃げれないから。葵ちゃん逃げないよ。うん、走ると足痛くなっちゃうからすぐ。精子だって。サラリーマンへ。昨日お仕事して父出しされたんだって。服着る前に、脱ぐ前に乳出しされちゃった。ありがとうございます、バクマギさん。ありがとうございます。すいません、本当ありがとうございます。すいません。そうです、政治です。ここについての政治です。政治で、ありがとうございます。ウサギちゃん、ぶっかけされちゃった。仕事漬けマグロ丼でいいの？山下本気うどんもあるよ。何山下本気うどん？新しくできたうどん屋さん。いや、漬けマグロ丼、漬けマグロ丼しか勝たん。俺もそんな同じ気持ち。でも漬けマグロ丼ちょっと高いんですよ。711円するんです。皆さんよかったら
葵ちゃんに漬けマグロ丼食べさせてあげたい。ありがとうございます。ありがとうございます。あと3分で行きます会議。なんか最近なんかあの絡まれた人とかなんか仲良くなった人いないの、葵ちゃん配信者とかで。配信者はいないね。結局みんなあのワンちゃんのテーマソングを歌わせていて、寝てる暇があったら集めて。どういうことだ。あの葵配信者だよ。あのさ、みんな一瞬来たじゃん。あのあ太郎くんってイケメンの人来なかった。来ない。あ、わかんない。あ、タブ買ってくれたな、一人。ちょっとさ、でも太郎くんって人さ、上から目線で話してなかった？そんなことない。そんなことない？なんかほら、1000円やるよとか言って、これで飯食えよみたいなさ。エコー2つ買ってくれたんじゃないかな。今優しいか、そしたら。うん、なんか真央くんとかさ。真央もたまに会うよ。龍也とかさ。龍也は会わないけど。あれでたら真央はたまにいる。いやいや悪い子だよ。あれ配信見てなかったの、みんな。コメント欄ひどかったじゃん。なんか上からの話し方やめろよみたいな。ほら1000円やるからよみたいな言い方がね。あおちゃんもちろんルイジでしょう。やれ推しってルイジだよね。間違いないよね。間違いない、ね、一番飯買ってるもんね、あおちゃんに。間違いない、間違いない。久しぶり。そうだ、A 面が食べかってくれたんだ。でも A 面もあれだろ、最初だけだろ、一回絡んで終わりだろ。うん、ああいうちょい絡みで閲覧だけ沸かせたい奴らはちょっとダメだよね。あ、そうなんだ。長くこうやってさ、会話してさ、うん、ウィンウィンにしないと。そうだ、俺だけで葵ちゃんで、いや悪口しか言わないっていうか事実だろ。やらない方がいいよ。なんかあの好感度下がっちゃうよ、逆に。あ、おはようになったら。じゃあ付き合おう、葵と。ん？付き合いたいって書いて。付き合ってよ、葵ちゃんと。来いよ、今待ってるからよ。ありがとうございます、大門さん。ありがとうございます。嫉妬すんの、嫉妬なわけないだろ。なんかもっと普通に絡めばいいのになと思っちゃう。ありがとうございます。メスにしてやろうか、久しぶりに。じゃあルイジに抱かれようかな。メスにしてやろうか。メスになりてえのか。なりたい、なりたい。よし、30分になったらご飯買いに行くか、おいちゃん、うん、一緒に立てるか、一緒に行くか。お留守番してるの。漬けマグロ丼買う距離も歩きたくないの、俺と。じゃあ、葵ちゃんに託すか。飲み物は何がいいの、葵ちゃん。タバコがいい。ダメ。違う。すんごいとこ。あ、大山さん、一時期葵ちゃん一人になるんで、あのちょっと休憩してください、大山さん。指疲れちゃうんで、葵ちゃん。あおいちゃん、あおいちゃんいない。大魔王さん疲れちゃうんだ、指。あおいちゃんさ、あおいちゃんさ、タバコを買うんだったらなんか飛ばないと無理だよ。じゃあ飲み物でいい。お茶がいい。コーラが飲みたい。コーラでいいの？うん、おそろっちコーラにするじゃん。うん、そうしちゃった。大魔さん、ありがとうございます。じゃあ大魔さん、今ちょっと指休憩してくださいね。俺いなくなっちゃうんで。疲れちゃうんで、指。一つ飛んだら、じゃあ行こうか。葵ちゃんの好きな綺麗なやつ飛んだら行こうか。うん、一つ飛んだら買ってくるよ、漬けマグロ丼、葵ちゃんにって言って。なんか綺麗なやつ飛んだら。大山さん、ずっとありがとうございます。ありがとうございます。大山さん、ずっとありがとうございます。葵ちゃんにって言って。お腹すいたなって、葵ちゃん。お腹すいた、死にそうって。死にそうではないけど、全力でぶりっこしないとって言われてるぞ。こういうぶりっこ、こうして、おいちゃん、こうして、おいちゃん、ダメ、くいちゃん、おいちゃん。
お願いってブリッコしないと。あおちゃん A だってよ。あおちゃん A。そんなことないよ。今日はハングルっぽいよね、めちゃくちゃ。なんでお祝いやるなんだよ。あー逆か、俺に、あおちゃん俺にいるお祝いだって。ブリッコしないよ。安くない。あーおい、おいちゃんおはよう、ありがとうございます。飛んだ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 、ありがとうございます。いくぞ、うん、匿名さんが匿名さんがアラブの石油王ビル・ゲイツ、ソフトバンク孫正義、孫正義、匿名さんがいないとやっていけない、あぐるあぐる、匿名大魔王さんが匿名大魔王さんがなんでかぶせていくんだよ。1店舗ずらして言えばいいじゃん、なんでかぶせていくんだよ。いくぞ、匿名大魔王さんが匿名大魔王さんがアラブの石油王ビル・ゲイツ、ソフトバンク孫正義、匿名大魔王さんがいないとやっていけない、超チルな匿名大魔王さん、なんでかぶせていくんだよ。なんでスピードを誤ってこう最初噛み合っちゃうんだよ。あげる。じゃあ行ってきます、買ってきます。何色ピンクとか、いや何がピンクなんだよ。服のもっとありがとうございます。バクナギさんありがとうございます。ありがとうございます。バクナギさんも言ってもらいたいって。バクナギさんがバクナギさんがアラブの石油王ビル・ゲイツ、ソフトバンク孫正義、バクナギさんがいないとやっていけない。あぐる、ありがとうございます。あーいっぱいありがとうございます。飛んだ上から飛んだよ、飛んだよ、ありがとう。葵です。もうちょっと粘るか、もう一個ぐらい飛びそうだな花火、うん、そりゃ葵です。葵です。ルイジです。あよかった、一匹来るか、もう一個ぐらい飛ぶだろう、葵ちゃんなら。なんで早く行けなんで、葵ちゃん一人になっちゃうんだぞ。うわ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 、やばいわ、グラウマに買ってこい、やばいわ、指示中やばいわ、投げてくれた人いっぱいいるんだぞ、お前ら見てるだけだろ。あ、ワンピースとか着ろってこと。いや寒くて死んじゃうよ。あ待って、ルージー。なんだよ。漫画喫茶から連絡来ちゃった。漫画喫茶から連絡来ちゃった、うん、そう。じゃあ今日はご飯やめようか。ご飯やめようか。うん。行ってらっしゃい、葵ちゃん。漫画喫茶帰ろう。待って。漫画喫茶行かないと。15分以内じゃないとダメなんだよ。かっこよく見える。あ、じゃあまたね。またね。うん。ありがとうね。ご飯誘ってくれて。漫画喫茶から連絡来ちゃったからさ、15分以内に行かないとキャンセルになっちゃうんだよ。カレーライス食べれるからさ、漫画喫茶ね。ああね。そう。青い。やるよ、5円だよ、5円。間違えちゃった、間違えちゃった、ごめん、こっちだこっちだ、あ、そっちか、こっちそっちか、500円もらうよ、ありがとう。500円玉500円だろ、どう見てもよ、お前バカにすんなよ、ありがとう。タバコ買えよ、これで。ありがとう。ありがとう。ありがとう。レイジどこ行くの？チキンマグを食べに行く。うん。もし本当に食いたいんだったら戻ってこいよ、一回戻って。よかった。うん。配信見たら分かるだろ、どこにいるかぐらい。コメントしろよ、ご飯食いたいって。
あおいちゃん1000人ありがとうね、あおいちゃんのおかげで久しぶり。ありがとう。今日初の1000人ありがとうございます。1000人来ました。大魔王さんありがとうございます。いくぞ、うん、大魔王さんが大魔王さんが大魔王さんがアラブの石油王、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンマ製紙、特命大魔さんがいないとやっていけない。あぐるあぐる。じゃあコメントしろよ、食いたくなったら。じゃあな、あおい、バイバイ、またね。腹減った、ありがとうございます。いや、どこで漬けマグロ丼食おうかな、ほんとお腹すいちゃった。お腹すいたわ。どこで飯食おう、腹減った。山下本気うどんでもいいんだよな。何食うかな。おはようございます。あ、ここもありがとう。あ、おはようございます。嫌われちゃったわ。お腹すいたわ。よっさんじゃないだろ、どう見ても。映してねえよ、勝手に映ってきた。 ありがとうございます。じゃあ送るか。じゃあ満喫まで葵ちゃんのこと。カスタマーカフェ行くんだ。一緒に入っちゃう。カスタマー入っちゃう、エッチしちゃう。カスタマーで、ね、やっちゃう。カスタマーで、ありがとうございます。カスタマーエッチしちゃう。違うだろうと思う。見るムチコのが可愛いだろうと思う。バカにすんな。あおいちゃんさ、まゆちゃんとコラボした方がいいんじゃん。まゆちゃんち行けば。まゆちゃん、まゆちゃん、まゆちゃんっていう女の子がいるんだけど、あの結構誰とでもコラボしてくれるから、いつらあると。うん、まゆちゃんに救ってほしいってタイトルで配信してれば、多分まゆちゃんコメント来るから、うんうん、やってみれば。そう、うん、フェフ姉さんといるの羨ましいんだけど。紹介してほしいよ、フェフ姉さんの相方、葵ちゃん配信者。葵ちゃん、いやだってキャリーちゃん救うなら葵ちゃんも救ってくれるだろう、うん、じゃあまたな。じゃあね、うん、またね、バイバイ。じゃあね。ただけ。来たね。仲いいから。これができないよ、じゃあおいちゃんとコラボする資格ないよ。魔王とか龍也とか太郎くんとか。ただ葵ちゃんをね、面白がって絡んだだけだよ。俺らはちゃんと歴史があるから。ね、なんか言葉遣い悪いよとかって言ってるけど、俺と葵ちゃんは仲いいんだから。どんだけ葵ちゃんにね、稼がせてやったか。損得がね、そんとく感情なしに葵ちゃんに絡んでね、仲良くしてたの俺だけだよ。ありがとうございますよ、大魔さん。そんとく感情あったか。稼がせてもらった。そんとく感情しかなかったわ。すいませんでした。逆だ、俺だけだ、そんとく感情で絡んでたの。俺だけだ、間違えちゃった。ちょっと美談にしきれなかった、どう頑張っても。あれ、あれ、それ童貞を殺すニットじゃないですか。違いますよね、すいません。一切絡んでくれない。冬は冷たいわ。あれ、あ、葵ちゃんいなくなったら閲覧100人ぐらい減ってんだけど。あれ、あれ
葵ちゃん人気。あ、葵ちゃん早く戻ってきてくんねえかな、ご飯、ご飯食うために。澤部にしか見えない。そんなに太っちゃった俺。大山さんずっとありがとうございます。本当ありがたい。葵しか勝たんわ。葵戻ってきてくんねえかな。携帯多分止まってんだよな。葵ちゃん漬けマグロ丼、葵ちゃんと食いたかったわ。7時42分か。9時。車用、車用って何。いいよ102号、俺に言わないでよ。俺の枠で言わないでよ。それをエミリーの枠で言う。